北海道科学大学工学部機械工学科の平本と申します。では早速、空気砲の実験をしてみましょう。まず最初は丸い穴の開いた空気砲の、実験をしてみます。では渦輪の動きについて、解説したいと思います。奥から手前にですね、丸い渦輪が来ているときはドーナツ型の渦輪が見えるわけですが、そこに、仮想的にですね、切断した様子を、見てみたいと思います。切断しますとこんなようなですね、断面が見えると思います。で、渦は回転していますので、下の方と上の方の渦はこんなような風なですね、回転の仕方をしています。それで、ここで何が起こってるかなんですけども、赤い回転の渦はですね、今時計回りに回転してますけども、反対側の渦にこういう、進行方向に向かってですね、速度を作ります。また逆にですね、青い方の渦もこのように反時計回りに回転してますけども、下の方にですね、やはり前の方に、速度を作ります。でこれお互い様で、やってますので、お互いにですね、前に進もうというふうにですね、お互いに力を及ぼし合いまして、ですので、こんな渦はですね、前にお互いに、押しゃっこしながらですね、進んでいくということが丸い渦輪の場合では起こっています。お手伝いよろしくお願いします。こちらにですね、ちょっと模型を用意しましたので、これでうまく説明できたらなと思うんですが、まず最初はですね、丸い円の形の渦輪の場合ですね、こんな動きをしています。丸い円で、前に進みますので、内側から外側にですね、ぐるっと回りながらこう進みます。では問題です。この、穴の形を楕円、少し長い、丸ですね、楕円にしたらどんな風なことが起こるでしょうか。はい、それでは、楕円の渦輪が変形する説明をですね、やりたいと思います。楕円の場合はちょっと曲げていただきますと、こんな風な、形になりますので、こちらのですね、シワが寄って、密になっている部分、ね、上と下にできます。ここに、速度がですね、集中しまして、下流側にですね、強く押されるということになります。そうしますと、はい、お願いしますね、はい、こういうふうに、下流に行くと、そこの部分が曲がって前に出ますので、このくの字のような感じですね、ちょっと折れ曲がったような形になります。
で、同時にですね、今手に持ってもらってるあたりのですね、この部分にも曲がりができますので、集中、またここにも速度が集中しますので、この部分が今度、横の方にですね、せり出してきて開いていくということになります。こんなような形で、縦長だった楕円が横長になりました。これはまたここからもですね、この横長の楕円が縦長になるということで繰り返して進んでいくということが先ほどの画像で出てきたと思います。